スブタは土地か神かスブタ族の一年草。水田や溝などに群生する沈水性の水草であり、気中用は作らない。かつては大型のものが長場スブタ、小型のものが小スブタとされたことがあったが、区別点が曖昧で特に分ける意味もないことから、現在では古障はスブタに統一されている。茎はごく短く、葉は線形で細長く、先は 次第に戸があり、茎の基部から根室状に出る。よく育ったものは幼鳥30センチメートルほどにもなり、水中にくす玉を沈めたような具合になる。葉のサイズは水位によるところが大きい。8から10月頃、花茎を水面上に伸ばし、白い花を咲かせる。ただし、花弁が糸状に細く、咲いていてもよく見ないとわからない。一元あたりの花粉数も少なく、 ほとんど自家受粉で結実しているものと考えられる。種子は防水型で両端にお状の突起があり、種子の表面には肉眼で確認できるイボ状の小突起がやや密にある。主な種子散布者として想定されるのは水鳥で、羽に付着したり、デードごと足などに付着して運ばれることが考えられる。国内では本州以願に分布し、 国外では東南アジアからインドにかけて広く分布している。群生するスブパ水田、急行田、ため池、流れの緩やかな浅い水路や溝に生育する。かつては普通に見られた水田雑草であったというが、現在ではほとんど見られない稀な水草となっている。減少の要因には農薬の使用や乾電化や火器の水落としなど、 水田の管理形態の変化による影響が考えられている。湯水を利用した山間部の水田や農薬をあまり使わない湿田には今でも生育しているところが多い。水田では稲穂の間に生育している。水田雑草というとイメージは良くないが、酢豚は根張りもごく弱く、このように光環境の面からも稲と競合することもないので、 稲の収量を落とすようなことはないと思われる。日本国内に自生する、スブタ以外のスブタ属植物は、マルミスブタ、ヤナギスブタ、セトヤナギスブタ、ミカワスブタである。このうち、有形種は、ヤナギスブタとセトヤナギスブタで、無形種は、蒸気のスブタマルミスブタ、ミカワスブタである。有形種のうちヤナギスブタは茎が、よく伸長し、 和名通り流の形容のような姿形になる。日本産ブタ族の中では最も洋服が狭いこともあり、容易に見分けがつく種である。セットスブタは、柳ブタより、明らかに洋服、洋長、花女が大きく、外見上はブタの茎がやや伸びたような印象である。両種とも茎はしばしば分岐し、 また種子にはルーペで確認できるほどの微細な突起が散在するのみで、肉眼ではほとんど平滑である。無形種は外見上、歯型、歯の幅、幼鳥、果剰などが互いによく似ており、成熟した種子を観察することで区別される。素豚には、種子表面に肉眼でも確認できるイボ状の突起がやや密にあり、さらに両側に針状の突起がある。 丸スブ豚はこの両側の突起がない方として別種に扱われている。三河ブ豚の種子表面は前期二種とは異なりほとんど平滑でルーペで確認できる程度の突起がまばらにある。また、三河ブ豚は残存する、標本数も少ないことから、柳タ豚ブぶ茎のブ豚、または丸スブ豚との雑種という説や、柳ブ豚の茎の成長が悪いものとして、 ヤナギスブタに含める見解がある。しかし生態を観察すれば、洋服、洋蝶は明らかに、ヤナギスブタよりも大きく、種子の形態も異なり、また、ヤナギスブタとミカワスブタが混在する自生地も知られることから、後者の見解は当てはまるとは言いにくい。ミカワスブタは、基本的に、ブック器であるが、成長した株では、茎がやや伸長し、しばしば枝分かれするため、 有形型の株の外形は、瀬戸柳ブタに近い。こうした面も含めて、三河ブタについては分類学的な整理が必要である。アクアリウムにおける水草レイアウトでは、スブタの仲間はブリクサと呼ばれ人気があるが、よく見かけるブリクサショートリーフは、ブリクサノーボギンシスであり、スブタとは、同族の別種である。時折東南アジア産のブタも、水槽市場に流通しているが、 水槽内での育成は比較的難しい。ありがとうございます。